宮古は日本海軍の通報官。官名は沖縄県の宮古列島にちなんで名付けられた。呉海軍交渉で建造された最初の軍艦である日露戦争において戦没。1891年の軍艦建造予算は否決され続けてきたが、これに対し明治天皇が自らの宮中費を節約する方針を述べた。 県館省直を出しよう役予算案が議会を通過したことにより、藤形戦艦、防護巡洋艦、赤石、宮古の建造が開始された。1894年5月26日に、呉海軍造船省で、工業法治艦として寄港。1895年8月16日、日本海軍は建造中の工業鋼鉄戦艦を、富士、お都合公鉄戦艦を、屋島。 皇后法治官を、宮古と命名する。1897年10月21日、軍艦宮古は、佐世保鎮守府所管と定められる。10月27日、呉で浸水。浸水式には、有リ川の宮武人親王、梨本の宮森正王陸軍不評将尉課長の宮広安王海軍将尉公爵、西郷嗣道海軍大臣が臨席した。 1898年3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定。宮古は通報艦に類別された。1899年3月31日に航、竣工。1903年4月10日、神戸沖で挙行された大演習艦艦式に区部艦として参列。12月28日、常備艦隊が解体され。 戦艦を中心とする第1艦隊と巡洋艦が主体の第2艦隊が設置される。第1、第2艦隊で連合艦隊を構成した。富士は第1艦隊霊下の第1戦隊に配属される。1904年1月11日、第3艦隊の第5戦隊霊下となる。日露戦争が勃発した明治37年2月8日。 朝鮮半島南東海上で、ロシアの太平洋捕鯨漁業所属の捕鯨船、ニコライ号、続いてミハイル号を打歩した。2隻は、長屋道を出港して、上海に向かう途中であり、打歩の後、竹式を経由後、佐世保に開港された。その後、旅順攻略作戦に参加。5月5日から、帝国陸軍、第二軍が、両党半島の塩台沖に上陸を開始したが、 遠浅のため上陸に不便であることや目標である大連まで距離があることから連合艦隊の統合司令長官は上陸地点を変更を決意した。そのため統合長官は第三艦隊司令長官に対し大連湾の総会及び測量を命令。そして大連湾で総会隊の援護中であった5月14日に宮子は食来した。宮は2、3分で沈み。 死者2名負傷者17名を出した。翌年の1905年6月15日に除籍、残骸は1906年7月4日に民間に売却された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。